お、草もみじ。おー、すごいな、これ。おー。はい、こんにちは、カッパパです。今ね、8時14分、ここはですね、福島県の裏磐梯グランデコの駐車場にいます。今日はね、初めての山なんですが、吾妻山に登っていきたいと思います。このコースですから、西大天からですね、西吾妻のピストンになります。距離的に10分ぐらいだと思うんですけどね。こんな感じ。はい、じゃあ今からですね、出発したいと思います。こう行くんだね。スキー場のゲレンデを上がっていくパターンでね。これあの、あだたらで何回も経験してるわ、これ。いや、いや、ゲレンデ直登の、あとはこれで。よし。出た。稜線出た。あっちが。吾妻山かな。わあ、綺麗だ。すごいね。立科山よりも角度はあるな。
お、違う、山頂だね。ちょっとシャリバテ気味、シャリバテ気味。ああ、あそこは山頂だね。西大天の山頂だね。一旦うーっと下って登り返した。でも色が赤いね。行ってみましょうか。もったいねえな、ここで下るのは。うわぁ、うわ、これは、これは素晴らしい。おぉ、すごいね。吾妻山の山頂がだんだん赤くなってきてるね。縦走路も見えてる。とりあえずあそこまで登り返せなくっちゃ。西大天に着きました。おお、すげえ景色。はい、11時11分ですね。西大天を出て、西吾妻山、要は吾妻山ですね。吾妻山まで行きたいと思います。多分行きがね45分ぐらいだと思う。ここずっとね、あの縦走路、人が歩いてるけど、あの縦走路沿いにずっと行ってですね、山頂まで行きます。途中であそこに避難小屋が見えますね、赤い屋根の。この辺りが、西大天とこれから向かってる西吾妻山の中間あたりかな。ここら辺は
植生の保護のロープかな。この季節でも花が咲いてますね。まあまた登るのか。お、開けた。おお。20分ぐらい前はあそこいたんだよ。あそこの山頂。嫌だな、またあそこ登るのかよ。ほんと、ヘリコプターで迎え来てほしいわ。いやー見事だねこれ。真っ赤っか。いや、いい感じのとこが出てきてる。高層湿原っぽいね。お、草もみじ。おー、すごいねこれ。おお、おお、こんなとこで木道に合うとは思わなかったもある。こっちだね。あ、避難小屋があった。赤い屋根の。ねえ、多分あそこら辺が山頂なんだろうけど、ねえ、その手前にこんな湿原があるなんてすごいね。あれ、これが山頂。みんな言いますね。同じこと言いますね。こういうことなんだ。これは意外だった。三角点もないし、長方がないし。12時38分、山頂でね飯食おうと思ったんだけど、気持ち悪くてね、味噌汁、なめこの味噌汁を飲んで終わりにしちゃいました。はい、それではですね、あとはまあ帰るだけなんだけど、まあ西大店ね、あそこから来たんだけど、
見えてる登山道、またぐーっと上に登ってってですね、磐梯山方面に、まあ、降りていきたいと思います。じゃあ、こっから下りが主なんで、ちょっとカメラはね、止めておきます。じゃあ、行きましょう。ロープウェイの山頂駅からですね、下の山麓駅、登る方の駅に今降りています。吾妻山、非常にね、登りやすい山ではありましたけど、だいぶ舐めてかかってたんで、実際はね、結構ちゃんとね、疲れる山でした。はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。はい。